はい、あやさんです。あ、どうも。どうも。今日はエクステを外して、はい、エクステ付け直して綺麗にします。ちょっとカットもしつつという感じでお願いいたします。やってまいりますので、すごい伸びてますから。はい、ここもね、これ寝癖本当ですね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、これからじゃあ、エクステをね、ちょっと外してまいります。はい、しかし飲んでますね、いつも。しかし飲んでます。すごいですね、あの氷のやつで。やばいな。お味噌のパックですかって言われてたり。確かに。味噌にしたらでかいなみたいな。持ち方ももうコースね。ラーメン屋だったらめっちゃ怒られる。指入れてこい。はい、外すとどれぐらいの長さ。だいぶ伸びましたね。本当ですか。伸びたと思うんですけど、ね、確かに。この長さを見た後のこれはすごい、ね、確かに衝撃。確かに2mm で強くなります。やばい、痛いますね。自分を見たことない後ろの刈り上げをされているとか。ああ、そうですよね。後ろの刈り上げってなんか恥ずかしい。恥ずかしいです。平毛ですね、平毛。平毛です。バーバーよく見てるね。そうです。ひげ剃りですね。え、あの産毛が結構すごい。ひげ剃り。このベイリーソーで2000個。意外と押さえるな。すいません。眉毛がないからすげえ切るの楽ですね。怖いですよね、この眉毛ある人にやるの。いやー、そもそもこれできないですね。なんかエクステつけるとポイントみたいなのあるんですか、先生さん。これは、肌が重ならないように厳格にしてます。はい、間もなく出来上がりですか。はい。おー、綺麗。